はい、こんにちは、カズボウです。妖怪ウォッチ3、続きをやっていこうと思います。ですね、前回からですね、第9章ですね、妖怪、ニューヨーマシティのね、妖怪をね、倒してるんですけど、ヒーローたちとね。そして、クエストが5個あるうちの3つクリアしましたね。もうほとんどボス戦とかね、ちょっと戦いばっかりなんですけど、これ左押したらね、そういえば雲海鏡すぐ使えるんだなと思いましてね、それ忘れてました。そして、戻ってこれたので、このブリー隊長、今左上にいますよね。A ランクなんですね。これ入れました。なのでね、白を外して入れようかなと思ったんですけど、プリチーのね、陣が崩れちゃうので、こっちの方がいいんかなと思いましてね、ヨッチャーをちょっと外した感じですね。なのでね、ここですね、ルーレットやってないなと思って、これだけやってね、また攻略したいと思います。はい、今回は何回回せんのかな。まあ当たるとこだけね、やりたいと思います。30とか当たったらすごいですよね。4回 ?3 回普通ですね。3回だったら普通に回しちゃいましょう。次はね、ジャポンのガチャも回したいですよね。はい。ガチャコイン回す。8個あるんでね、大当たりでぜひとも1体ぐらい妖怪欲しいですね。外れ。どうでもいい時当たるんですけどね。はい、ろくなものがね、当たんなかったのでね、まずは妖怪ワールドに読ませていきたいと思います。なのでね、普通にクエスト消化していきましょう。なのでね、どこ行きましょうかね。まあ行けるとこ行けばいいんでしょうけど、近くにいますね、妖怪ね。先ここ行きましょうか。じゃあこれか。やあ、カズボウ、ボッコ。はい、ヨプルシャではお世話になったわね。スピーディーダブル、バニーミント。ここで戦っているということはもしかして、お二人とも妖怪ヒーローだったんですか？あれ、言ってなかったかしら？僕たちはこの町の平和を守るため、日夜戦っているのさ。おー。だったら戦ってもらおうじゃねえか。いやー、なんかいっぱい出てきた。ああ、ノープロブレム。僕の超スピードで一気に片付けるから。私たちは妖怪ヒーロー。こんな連中、どうってことないわ。頼もしいんやんね。ミーたちも力を合わせて一緒に戦うだに。ということで、黒服はね、もうカットしちゃいましょう。これね、もう雑魚キャラなんでね、ほとんどね。前回もね、戦ってますんでね、これはね。まあ、ブリー隊長がどのぐらい強いかだけは見たいですけどね。まあ、技見ましょうか。これだけ見ましょう。どんな技を使えるか。まあ、いきなり半分食らってますけどね。A ランクらしい。おお、危ない。ビクトリアン。あ、全ステータスアップ、こういう感じか。まあね、まあ、これ倒したいと思います。はい、倒しました。ブリー隊長、攻撃キャラかな？そんな感じしますね。やった、これでもう大丈夫だよね。そうだと嬉しいんだけど。私の経験上、こういう時ってそう簡単にはいかないのよね。お、またか。ふふふ、おっしゃる通り。なんと、黒服さんたち、またどんどん出てきちゃいましたよ。こうなったらこっちもどんどん倒すしかないにゃん。みんな油断するじゃないだによ。おー、雑魚キャラ連戦か。ボスキャラはね、カットしないですけどね。雑魚キャラはね。まあ、ブラスターじゃ次打ちましょう。せっかくなのでね。はい、2戦目倒しました。お、まだあるのかな？ふふふ、もうおしまいか？いや、またまた黒服たちが出てきちゃいましたよ。もう本当にキリがないんですけど、ぐだぐだ言ってる暇はないわよ。スピーディー、あなたはどうしたらいいか分かっているわよね。ああ、もちろんさ、この街のため諦めずに戦い続ける。それが妖怪ヒーローだからね。僕の超スピードでぶっちぎってやる。これが妖怪ヒーロー、かっこいいでウィス。いやあ、今度こそ全部片付けてやるにゃんよ。
3戦目なのでね、倒したいと思います。なんでブラスターだけ、勇ましい族のブラスターだけ使ってみましょうかね。勇ましいバズーカだって。これはどんな感じかな。初めてですね、勇ましい族はいたことないのでね。しかもいきなり入って、おお、これは当たりづらいぞ。当たれば美味しい。当たんなかったらまずい。当たった、当たれ当たれ。適当に打った方が当たるかもしれないですよ。これ威力は半端じゃないですね。おー、ウサピョンがやばい。落ちた、落ちたかな。ベイダーモード。はい、倒しました。ベイダーモード、案外強いんですよね。やっただに、みんな追い払ってやっただに。今度こそもう大丈夫にゃんね。バニーミント、スピーディーダブル、一緒に戦ってくれてありがとう。二人ともすごくかっこよかったです。ありがとう、ありがとう。あなたたちの戦いぶりもなかなかクールだったわよ。この騒ぎが落ち着いたら美味しいお寿司でも食べに行きましょう。あと天ぷらもね。ええ、ぜひぜひ。いや、妖怪ヒーローのお二人、とっても頼りになる方々でしたね。うん。おお。まあ、雑魚キャラ、黒服3連戦ですね。結構強いですね。はい、じゃあもう一つのクエスト行ってみましょうか。あとはヨップル社に行けばいいのかな。ヨップル社じゃない、ヨップルストアか。ここだね。オリジン。おや、あなた方は先ほどバスターズと共に避難したはずでは。俺たち妖怪ヒーローを助けに来たにゃん。うん、余計なことを。こんな連中、俺様だけで十分だぜ。ふふふ、あなたがそんなにやる気なのは珍しい。やはりこのヨップルストアはあなたにとって大事な場所なんですね。ん、なわけねえだろうが。むしろ潰れちまってもいいぐらいだぜ。ザ・シャーク、なんだろう。おやおや、一体どこまでが本心なのやら。おっしゃる通り、おっしゃる通り。うるせえ、てめえら、みんなぶっ飛ばしてやる。では皆さん、援護を頼みましたよ。はい。ということでね、まあ、全部雑魚キャラ戦ですね。はい、倒しました。なので、ね、今回ボスいなかった感じかな。へ、どうだ、黒服どもを全部片付けてやったぜ。え、やりましたね。これでこのエリアはもう心配ない。デリート排除します、デリート排除します。あー、なんか変なの出てきたね。ウィス、ヨップくんが3体も、しかも今度は最初から暴走しちゃってるにゃん。どういうこと、もしかしてあの黒服さんたちの仲間に。おっしゃる通り、おっしゃる通り。ギャー、やっぱりこの町を制圧するまでの間バトルでおもてなしさせていただきます。ふん、上等だ。この町を泣かせるようなやつは我々妖怪ヒーローが許しませんよ。ヨップくん3体だと、1体でもきつかったぞこれは。まあ、一体ずつ行けばいいんじゃないかな、これは。じゃあ。狙うでね。真ん中、ど真ん中狙って、おー、いきなりお払いモード。どっかにあればいいんですけど。ないか。おー、強い。よしよし。とりあえず、大丈夫かな。あー、まずい。ちょっと、回復。回復。落ちた？落ちない。オッケー。クレーンドック。フレンドックからの必殺技。おっと。あ、やられた。マジか。まあ、しょうがない。あ、そんな強くない。生き返らせなくていいかな、じゃあ。
狙う。そんなに、あ、そんなに強くないですね。攻撃力だけか。倒したんじゃないかな。あ、いけました。ボスではないですね、これね。勝利。損傷率 95.55%、 シャットダウン開始。ご主人様、申し訳ありません。まだなんかいるかな。どうだろう。ご主人様、誰のことだろう。黒服さんたち。どうやらこの騒ぎの裏には大きな黒幕がいるみたいだに。変、どんなやつが相手でも関係ねえ。またぶっ飛ばしてやるまでだぜ。ふ、その通りです。オリジン、ザ・シャーク、二人ともかっこよかったよ。ふ、ふん、そんなのいつものことだぜ。おや、照れているのですか。う、うるせえ。おやおや、いかつい顔に似合わず、可愛いところもあるんですね。皆さん、今回はあなた方のおかげで勝つことができました。妖怪ヒーローとして礼を言います。ありがとう。はい、これで5個やりましたよね。ブリーター上がったんで、これ生き返りましたね。はい、ストーリー6個外れたと。なので先進めますね、これでね。これで町の平和は守られた。よくやったぞお前ら。それじゃああとはしししあの UFO が現れるって噂のビルへ行くだけだな。むむ、むむ、これはバスターズハウスからの緊急コール。緊急事態であります。隊長殿、大変であります。バスターズハウスに黒い服の妖怪たちがたくさん。あばばばば、どうした。軍曹、おい軍曹、まずいだに。大変だに。バスターズハウスが黒服たちに襲われちゃっただに。早く助けに戻りましょう。もちろんにゃん。みんな行くにゃんよ。おお。じゃあ今回行ってみましょうか、ここね。バスターズハウスに救助に向かえ。ということで行って行っちゃいます。おーっと、こっちはね。まあ、とりあえずね、ここで回復ができるので、回復してから行きたいと思います。はい、ではね、矢印の方向に行きたいと思います。なのでね、バスターズハウスなんですけどね。はい、ではバスターズハウス来ましたね。入り口どこだ。こっちか。横ですね、真横。あら、これか。ちょっと分かりづらいですけどね。そりゃ、ふふふ、遅かったな。うわ、黒服たちでいっぱいだ。おい黒服ども、俺たちのバスターズハウスで何してる。お前らのような不届き者どもはこの俺が一気にぶっ飛ばしてやるぜ。なのでまた戦いですね。今回も黒服尽くしですね。狙うで、そこで、まあ、そこ上げした方がいいかな。ふふふ、喜ぶのはまだ早いぜ。門芸、また黒いのがゾロゾロ入ってきたずら。
やばいなに、このままだとバスターズハウスは。ねえ、ちょっと、いい加減にしなさいよね。お、いいね。ふう、やれやれだわ。すごい、一発で片付けちゃった。何？もしかして助けに来なくても大丈夫だったんじゃ？まあまあみんな無事でよかったズラ。た、大変だよ。コマジロ。おめえまたそげな不良みてえな格好して。一体どうしたの？泣きべそなんか書いちゃって。KJ だって。グス、実は俺の大事なもんが。友達とクラブハウスが黒い服の妖怪たちに取られちまったよ。黒い服の妖怪？じゃあそいつらも UFO の？よし、そのクラブハウスとやらに行こうぜ。俺たちの手で取り戻すんだ。あ、すぐ近くにあったクラブですね。オラも行くずら。ちょっと待ってくれよ。連中の後ろにはとんでもない奴がいるんだよ。とんでもない奴？あいつはただ者じゃないよ。あんなのと戦ったら兄ちゃんは。だからって逃げるわけにはいかねえずら。オラは兄ちゃんとして、弟を泣かせるような奴は許すわけにはいかねえずら。グス、兄ちゃん。やるずらよ。みんな行くずらよ。ちょっと待ってくんろ。コマジロ、このまま兄ちゃんたちに頼りっぱなしじゃ、オラの気が済まないずら。オラも一緒に戦わせてほしいずら。おお。コマジロと友達になった。お、やった。いえ、コマジロ一緒に行こう。よろずら、これで交換できますけどね。なのでね、まあクラブハウスになんかボス的なものがいるみたいなので、とりあえず、コマジロとかランク D みたいなのでね。また強いキャラとか入ればいいかなと思いますけど、どうなんかな。まあ何か入るようだったり、また合成したりできるようでしたら、まあそれでやってみたいと思います。なので次回乗っ取られたクラブハウス行きたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。